N I 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 ニンニンニン N I N I ニンニンニン。はい、こんにちは、まえチャンネルまえはらです。おー、言えた。はい、今日はこちらですね。手裏剣戦隊ニンニンジャー赤忍者超絶キットです。はい、新しいですね、ニンニンジャーの食玩が出ておりましたね。うん、赤忍者超絶キットなんですけども、すでにですね、1番、2番と組み立てておりますね。これが、超絶勝負チェンジャー。これね。これだね。うん、もう組み立てております。そしてこちらが忍者1番と。はい。耳に赤忍者がついてる時、バカかな、これだよ。そして今回はですね、この赤忍者超絶、こちらをですね作っていきたいと思いますね。これね、約11センチのフィギュアなんだって。プラスチックフィギュア、全身17箇所が動くみたいなので、割とねポージングできるんじゃないかな。じゃあ早速作っていきましょう。そうそう、もちろん美味しいラムネ付きだね。そしていつもの通り箱の内側にですね組み立ての説明が書いてありますね。はい、じゃあ早速作っていきましょう。はい、ということで完成しました。こちらが赤忍者超絶だね。かっこいいね。かっこいい。この超絶になってからさ、こういう感じのフィギュアって発売されてないんじゃない？そうだね。すごいいいよ。ちゃんと稼働するしね。一応この忍者一番塔を背中にこんな感じでねセットできますね。はい。しっかり自立もするんでしょう。あ、するするする。ちゃんと自分で立つよね。ちなみにソフビの赤忍者超絶、ここにありますけどどうでしょうか。やっぱね、ソフビはねよくできてるからね。こっちもよくできてるね。こっちはねやっぱ稼働する分いいよね。結構ちゃんとポージングできるじゃん。いいね。食玩でこれはありだね。ちなみにこちらがですね1番の超絶勝負チェンジャーだね。はい、こんな感じ。これちゃんと回るね。いいね。そしてちゃんとバンドがついてるので、今エイシンくんつけてたけど子供の手にはぴったりですね。はい、ついでにデラックス版と比較するとこれだけの大きさの差がありますね。はい、ちょっと両方回してみてくれるかな、エイシンくん。あ、いいね。こっちも回してみて。ああ、なんか見た目同じような回り方するね。はい、そしてこちらが2番の忍者一番塔ですね。忍者一番塔の方には赤忍者手裏剣がついてきております。一応ちゃんとセットできて回せるね。ちょっとしか回んないけどね、これね。デラックスと比較するとこんなに違います。これはちょっと戦えないレベルだね。こうやって折れちゃうかな。そしてだ、なんとこの超絶勝負チェンジャーを忍者一番塔にセットできるみたいだね。やってみましょうか。これ外しの、こっちつけの、これでいいんだ。はい、できました。はい、デラックスと比較しましょうか。こんな感じだね。完全にミニサイズだけど、でもやっぱりボリュームができちゃうね、どうしてもね。はい、ということで今回は手裏剣戦隊ニンニンジャー赤忍者超絶キットでした。